皆さんこんにちは。マンチェスターシティでプレーするなでしこジャパンの長谷川唯選手、 FA 女子スーパーリーグ第16節のブライトン戦で大活躍。なでしこジャパンはリーグ戦10連勝を飾り、長谷川唯選手の奮闘ぶりには SNS 上でもすごすぎると話題になっています。今回はなでしこジャパンの中心選手として活躍する長谷川唯選手についてお話しします。彼女の家族構成、恋愛事情、そして将来の結婚について詳しく見ていきましょう。長谷川選手は1997年1月29日生まれの27歳、埼玉県戸田市出身で、現在はイングランドの強豪クラブマンチェスターシティでプレーしています。長谷川選手のサッカー選手としての経歴も簡単に紹介しましょう。長谷川選手は小学校入学と同時にサッカーを始め、小学2年生の時には時南ボンバーズに所属。その後2009年に日テレベレーザの下部組織のメニーナに入団しました。メニーナ時代には4年連続で全日本女子ユースアンダー18サッカー選手権大会優勝の中心選手として活躍しました。2021年にはイタリアの AC ミランフェミニーレに完全移籍、加入からわずか1ヶ月後の SSC バーリ戦で移籍後初ゴールを決め、 MVP に選ばれる活躍を見せました。2023年8月にはプロフェッショナルフットボーラーズアソシエーション TFA が選出する2022-23シーズンの TFA 年間ベストイレブンに選出されるなど、国際的にも高い評価を受けています。またイギリスのガーディアンが発表した2023年の女子サッカー選手トップ100では長谷川選手は4時期にランクインしました。日本人選手では26位の宮澤ひなた選手に次ぐ好順位です。まずは長谷川唯選手の家族構成から見ていきましょう。長谷川選手は5人家族で育ちました。父親の進さん、母親の真由美さん、そして2人の兄がいます。父親の進さんは長谷川選手がサッカーを始めるきっかけとなった人物です。サッカーが好きだったか、自身もプレイヤーだったのかもしれません。進さんは娘の試合を欠かさず見ているようです。2023年のワールドカップ初戦では地元埼玉県戸田市のパブリックビューイングで応援していました。その時のインタビューでは、リラックスしていて動きが良かった、決勝トーナメントに進んでほしいとコメントしています。母親の真由美さんは沖縄出身だと言われています。ただしこの情報は噂レベルで確定的ではありません。長谷川選手自身が落ち込んだりしない性格だと語っていることから、沖縄のナンクルナイサー精神を受け継いでいる可能性があります。母子の仲は良好で、長谷川選手が日テレベレーザに所属していた頃はよく一緒に買い物に行っていたそうです。兄が2人いるということですが、詳しい情報はあまり公開されていません。ただ兄の1人がサッカーをしていたことで、長谷川選手もサッカーを始めたという経緯があります。長谷川選手の SNS に兄のリフティング動画が投稿されていたこともあり、兄もサッカーの技術があることがうかがえます。次に長谷川選手の恋愛事情について見ていきましょう。現在27歳の長谷川選手ですが、結婚はしていません。また公式に交際が報じられた彼氏もいないようです。2021年頃から同じくサッカー選手の冨安健洋選手との交際が噂されました。きっかけは元なでしこジャパンの岩渕真奈選手と冨安選手、長谷川選手の3人で撮った写真が SNS に投稿されたことでした。しかしこの噂は単なる友人関係だったようです。冨安選手は長谷川選手について本当に応援していますとコメントしており、良い友人関係にあることがうかがえます。2人は同じスポーツマネジメント会社に所属しているため、イベントや社会貢献活動で一緒になることも多いようです。長谷川選手自身は恋愛よりもサッカーに集中している様子です。サッカーが一番楽しいと答えており、現在の彼女にとってはサッカーが最優先のようです。長谷川選手の好みのタイプについても触れておきましょう。2019年のインタビューでは、心の広い人がいいです、自分は構ってほしいというか
相手にちょっかいを出すタイプなので、それを受け入れてくれて一緒にふざけ合える人を求めますね、と答えています。自身をかまってちゃんタイプだと自覚しているようで、またわがままであるとも語っています。同時に心の広い人、自分を受け入れてくれる人を理想の相手として挙げていることから、自身の性格をよく理解し、それを受け入れてくれるパートナーを、包容力のある相手を求めているようです。またビジュアル面では、当時東京ヴェルディに所属していた井上志音選手の顔が好みだと語っています。井上選手は美立ちがはっきりしたイケメンで、長谷川選手自身の顔立ちとも似ているところがあります。最後に長谷川選手の結婚時期について見ていきましょう。長谷川選手は結婚について、特に何歳でしたいとか願望はないんですけど、どちらにしろ日本に帰るのはサッカーをやめてからかなという感覚があるので、その時には結婚した方がいい年齢にはなっていると思うので、そのくらいでしたいなという気持ちはありますけど、流れに任せたいですと語っています。つまりサッカー選手としての活動が一段落してから結婚を考えるという姿勢のようです。現在長谷川選手はマンチェスターシティで活躍中です。2024年1月には2027年までの契約延長が発表されました。少なくともこの契約期間中はサッカーに専念する可能性が高いでしょう。また2024年7月に開催されるパリオリンピックでの活躍も期待されています。長谷川選手はこのクラブが大好き、そして心の底からサッカーが楽しいと感じられている、だからこのクラブと大きな成功を収めたいと語っており、今はサッカーに全力を注ぐ意思が感じられます。マンチェスターシティの女子チームは過去5年ほど準優勝か3位の成績が続いています。長谷川選手を含めたチーム全体がリーグ優勝を強く望んでいるようです。長谷川選手の今後の活躍に注目が集まっています。マンチェスターシティでの活躍はもちろん、なでしこジャパンの中心選手としての役割も期待されています。いかがだったでしょうか。今回は長谷川唯選手の彼女の家族構成、恋愛事情、そして将来の結婚について紹介しました。家族については今後パリオリンピックやサッカーワールドカップ時に家族が取材を受ける可能性があります。取材され報道された時には大きな注目を集めそうですね。最後までご視聴していただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。